皆さんこんにちは。世界傑作協会公式マスコットのノブです。最新の試合情報やチーム近況、さらに消しゴムサッカーに関するあらゆる出来事を分かりやすくお伝えする消しサカニュースのお時間です。ここで試合終了。ドイツビーネの逆転優勝で幕を下ろした消しサカリーグ第8期、あの感動から3ヶ月、こんなことになってしまいました。バッチオの頸部損傷による突然の引退。ビアトップディフェンダー 3D プリンターシリーズ、リーグ史上初となる 3D プリンター選手、ビアトップのドラフト指名などなど、大波乱の連続となった消しサカリーグ。想定外の出来事が連続したため、リーグ開幕に向けた出場選手調整も大混乱。そしてついに消しサカリーグ第9期のメンバーが6球団すべて決定しました。今回から6回連続シリーズで各チーム編成を土屋会長に詳しく解説していただきます。まずは昨シーズン屈辱の2期連続最下位となったスペインのゾーロー。攻撃力防御力ともに弱り切った状況を打破すべく、おなじみの顔ぶれまでが戦力外という思い切った大改革に踏み切りました。その穴を埋めるべく、昨シーズンはモルフォスにレンタル移籍していたザ・マンガゾーローに復帰。さらにボランチ機能を強化すべく大胆な人員配置を行いました。さあ、こちらですね、いつもの和室なんですけれども、ちょっとイグジーブランドが下までちらっとでも映るように、この体勢でちょっとこの、動画を撮らせていただきたいと思います。消しサカリーグ第8期が劇的に終了いたしまして、シーズン9に向けての新ラインナップ、この新しい戦力というのが明らかになりました。マリーグ戦の、コミッショナーであります私土屋が、解説していきたいと思います。まずは前回最下位だったゾーロ、なんと屈辱の2シーズン連続最下位という、これは大改革をですね余儀なくされるところまで来ました。窮地に追い込まれているという球団状況かもしれません。ここまでのね不調というのは想像していなかったですね。私も8期の段階でではディフェンダーを全て今トレンドの新しいタイプの金消しにですね変えました。まあ、これ高さもありますし細いんですけれども、まあ足元開いているということで、ある程度ロングシュートに対する耐性があるんじゃないかという狙いがあって、ゾーロのですねディフェンダー4人全員それ並べてみました。効果はある程度はあったと思います。機動力もありますしね。ただ今回やはり徹底的にちょっと機能しなかったなというのがダブルボランチでしたね。まあガンザとバルダックの2人なんですけれども、ボランチにも必要になってくるこのロングシュートに対する幅ですね。そしてこのゴール前の守備までできるこの安定した動きというのがかなりできる方の2人なんですけれども、これがもう今のねリーグ戦のレベルの高さの中にあると、やはりちょっと見劣りするなと言った、まあ、このダブルボランチを、まあ、今回も思い切って2人とも戦力外になりましたね。そしてそこにですね入ってきたのがワールドトーナメントで活躍したルーキーですね、ロックマンシリーズからナイト、そしてドラゴンボールシリーズから16号、ドラフト1位のですね最初の入札はゾーロも、まあ、3球団競合した、メガウォーターエース、こちらに行ったんですけれども、これはモロに取られました。しかしですねその後にナイトマン、これもこのハズレ1位同士でビーネと競合したんですよ。ここはゾーロが取りました。ナイトマンも、ワールドトーナメントで1得点1アシストということで準優勝に非常に貢献したいい選手だったので、ハズレ1位とはいえこれが取れたのはかなり大きいと思いますね。そして16号ワールドトーナメント準決勝で1得点、まあ、ドラゴンボールシリーズは1試合しかなかったので16号の1得点のみだったんですけれども、またファールからのですね、フリーキックなんかもこの16号が蹴ってましたし、非常にゲームメイクもできるんじゃないかと期待されているルーキーですね。この2人大型ルーキーをもう思い切ってどっちもミッドフィルダー獲得しました。そして真ん中のボランチ、センターボランチ1人として、カクトから孫悟空をトレードでゲットしましたね。これもかなり大きいと思います。孫悟空選手、サイドバックもできるし、まあ、ボランチもできる。幅もあるし、動きも安定しているという選手を、
これは今までとは全く違う道路にいなかった選手として真ん中のボランチに置くという。これがまあどう出るかですね。守備、ボランチ付近のこの守備というところを強化した形になります。前は、ギロンとハルクマシン、この2人はですね、前回から機能していましたので、まあ、この2人がさらにこの2シーズン目のこうコンビになって、果たしてどういった連携からのゴールを生むかというところですよね。実際12得点、ギロンが6点、で、ハルクマシンも3点ということで、これがもっとですね、後ろからのナイトマン16号を獲得したこのミッドフィールダーからの押し出しがあればですね、さらに得点が伸びてくるんじゃないかと、この2トップ期待されますね。また今までサイドを張っていたアモイマン、これが真ん中司令塔のポジションに来ました。まあ、そういうのができるタイプなんじゃないかというね、これは狙いですね。まあちょっとこの2期連続の再開ということで、まあ非常なまでのですね、やはり革命を余儀なくされる状況になったこのゾーロ、果たして再開脱出なるのかというのが期待されます。はい、スペインゾーロの決断は果たして吉と出るか凶と出るか、どうぞご期待ください。ここでお知らせ。傑作リーグ第9期の開幕を記念して、あの夢の企画が帰ってきます。第2回傑作ワールドトーナメント、今回も筋肉マン選抜、ウルトラ怪獣選抜、ドラゴンボール選抜、ロックマン選抜の4チームが傑作界ナンバーワンの称号をかけて真剣勝負。春のトーナメントとは一味違った熱い戦いとなること間違いなし。第2回傑作ワールドトーナメントは11月30日より順次公開予定です。どうぞご期待ください。